やでもそれで言うとそれで見せてる。うわうわびっくりしたわ。レッドブルぶっ放してもうた。撮影するそこに乗ったら直します、ね、もしかしてもう5時からミーティングやと思って今日ミーティングしていいからやんな。9時じゃん。9時？え、9時？え、9時じゃん。撮影終わりしない。いくよ。はい、でも撮影終わりしないだったらなんか誰これ、なんかこれない人もいそうだよ。え、でも撮影終わりしない。あれ、これガチのやつですか？まだミーティングまだって俺入浴下手そうなやつだって。ガチのやつだって。スティル、スティルミーティングやと思ったよ。あ、ミーティングやった。まあでももう、まあ、マックスで10時って、いや、9時ってあったやつだから。1000! 1000! 萱野さんで癒やすねや、もうなんかもう今更タウンみたいな感じです。新曲入りますか？社畜水。何やっけ？これわかんないやつ。え、これですか？これハンさんいいっすか、そんなことして。何が一万円札束で置いてご自由にお取りくださいって書いてある。取りますよ。えこれカメラ回ってる可能性ある。もう怖い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 。てるれー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 。危険性あるな。それは裏の方か。正直その日暮らしに困るような人が1万円で殺しちゃうの分かるけど、俺らがその1万円で殺しちゃうのわけ分からん。ちょっと待って、これ1万円じゃない。見てみ、6万ぐらいいいんじゃん。マジ1、2、3、4、5。あ、5人いるから、ちょっと5人で分かって。やったー。そしたら別によくない。よし、じゃあ佐野さんもらいます。え、はい、どうぞ。欲しいっすか？ちょっと欲しい。だから、1枚ずつだろ。サブちゃん回す？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 ハロさんがわざわざサブちゃんのネタを提供してくれたから。よくないですよ、持って。年末に。まあ、実質にもらうわ、じゃあ。え、ちょ、待ってよ。え？ピラマルさん、さては。え？あれ？え、じゃあなんで今まで取らんかったんですか？そうなの。で、俺が取ろうとしたらなんか、すっかり買ってくる。人が取るならいいかなっていう、そういうことですか？そうなの。いや、じゃあいいよ。え、これ、花野さんが置いたかどうかもまだ分からない。いや、でも花野さんじゃん。めっちゃ嬉しそうにしてるし。いや、花野さんじゃない可能性も悪いから。確かに。え、じゃあ花野さんじゃなかったら、花野さんなら別にいい。花野さんだとしても別にいいよね。あ、これ結局じゃんけん大会する。じゃんけん大会。5枚。おい、1人か。え、でも花野さんもじゃんけんしたらいいの。花野さんじゃんけんしていいですか。あ、全然、全然、これじゃんけんしたらいいよ。え、回してる、回してる。え、どうしたの。確かに誰でも買えたね。1万円が置いてあって、お前が1万円ご自由にお取りくださいって書いてあったんですよ。これだから、でもちょっとまあ誰か一人が取るとかいうのはちょっとあれかなと思って。え、それ本物本物本物じゃない。大丈夫大丈夫。しかしあるちゃんと偽札って。オッケーオッケー。諭吉してるわ。だからじゃんけん大会しようかな。ハリオスの誰か取るか。ここのうち今7人でしょ。2人ね、やれば5人でね。ここにおらんやつのもの可能性もあるから。怖いな。バトルバトル。いや、これすんの可能性あるから。今元気だけど。謎すぎるよ、ほんまに。出どころは出どころないよ。怖いな。謎すぎるよ、ほんまに。怖いなぁ。あ、多分あったと思う。よし、じゃあもうこれやるしかないね。それぞれもう全員これ自分の金じゃないっていうのは大丈夫ですか？まあ、金やったとしたら。え、でも別にでも所有権ないやったら今俺がピッて取ったら俺のもんって言ってんやろ。でもこれまあそうですね。いやでもそうなった場合、そうなった場合あの6対1ですよ。そうそうそう。でもなんかそれをなくすためにじゃんけんしようっていう話です。え、俺資本主義がいいもん。え、資本主義民主に対して資本主義がついちゃった。あーあーあーあいつ。あ、え、たぶん、あの、貸してください。あのね、それを今すぐ編集して僕、あの、あげるんで。なんてやつ。なんもし、いやこいつ、なんもしないです。こいつなんもしないですよ。すぐ、あの、全国民に発信するやつやけど。しかも、あの、パパラッチや、パパラッチや。生で置いとくの危ないから。人道するやつ。いっぱい銀行に入れるの。そうそうそう。あー、銀行でしただけやから。利子尽くしね。え、これもう、ちょっと、これさ、お前、もしかしたら俺の金やったかもしれない。うん、どういうこと。もしかしたら、俺あの、え、50人お取り。いや、俺もいや、でも、じゃあ、50人お取りください。俺置いてないの。置いてないけど、勝手に誰かが自分のもんって主張して50人お取りくださいって置いたかもしれない。
あ、じゃあタツさんいいよ、いいっすよ、じゃあいやいやいや、いいっすタツさん、もっと待って、構いません、タツさんどうぞどうぞ、いやいや、でも分からん、あれ可能性の段階やから、いいっすよ、別に分からんか、分からんから、まあ別に、結果どうであれ、この動画はアップされます、その脅し山実はこれカメラ持ってる日一番強い人だからさては、これの奪い合いじゃなくて、カメラの奪い合いの奪い合いのやつある、あ、でもね、複数カメラあればね、権利がやっぱ増える、あー、なるほどね、そうそう、5万これ、いや、5万大金ですよ、本当に怖いな、いや、ほんと勝ったやつが1万円もらえるじゃんけん大会、そうね、そうね、おおー、なるほど、賞金はここから出す、年末ジャンボね、わかりやすい、よーし、確率の高い年末ジャンボやったー、期待値は、まあ、期待値高いから、余裕で高い、期待値8000円ぐらいあるから、何もかけてないし、でもそもそも、とりあえず宙に浮いてるんだ、勝ちたいけど3番目ぐらいに勝ちたいな、いっちゃうな、間違いない、勝勝点行きたくないわ、勝って怖い、確かに、行きましょう、行きましょう、最初はグー、じゃんけん、はい、おーい、なるほどね、はい、ゴー、ゴー、うわぁ、うわぁ、いやいやいや、金金金金、いやいやいや、わかんないですよ、これもしかしたら敗者に口なしですから、はいはいはい、死人に口なし、いや、これもしかしたら帰れ市民、地獄への階段の可能性ありますからね、地獄への階段の可能性ありますからね、これ最初はグー、じゃんけん、はい、おお、あいこでしょ、イエーイ、まあ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 、どうぞどうぞ、一旦どうぞどうぞ、俺のターン、ドロー、あ、取るんや、取るんや、おお、残り残りあと4人、じゃあ、バイオ引力のせいやから、誰のか分からないお金を取る、取る人、なるほど、でもこれさ、本意スタイルでさ、誰か取ったらさ、もう一回最初からじゃない、うん、うん、違います、違います、ダメだ、ホエにあげることによってその落とし物を乗る人を誰か探すっていうのがある、最初はグー、楽天カードマン、じゃんけんバン、なるほどね、なるほどね、ドロー、なるほど、おっと、あの顔やばい笑顔がこぼれ出てます、さっきまで、あ、わーわー、ほんまに、真面目に一旦預かってます、一旦、え、すぐに合流しちゃうんですよ、どうせ、いや、いやでも今、橋剣が取った後目立たないようにほんますぐに取ったよ、でも、負けた最初5万総取りしようとした時も一番ガチの目したから、えなんでハンザー直樹よりも銀行マンの顔して、なんでなんでなんで、なんで一番最初に、え、それ取るの一番いるって、人間金目にすると怖いよ、怖いよ、金、どっち、何がいい、何がいい、勝負の決め方、あーテレビ局、まあ、ここまで来たらもうあれちゃう、あの、科学の呪文早めておくね、いやでもほら、兄弟のもし勉強したから、そうする兄弟ね、いや俺ちなみに電話に勝ってるから、いやなんかそんな気がしたんすよねそんな気がしたんすよねそんな気がしたんすよね、声の LINE に上がってて、あ、これ多分浜さん勝ってんなって思ったんすけどまあまあじゃんけんで、あーなるほどなるほど、じゃんけんじゃんけん、はい、うえーまあ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 、これが罪だった時に助かる、そう、そう、俺罪だった時に助かる、俺とオッティーだってさ、助かった一人勝ちの可能性あります、俺とオッティーが助かったって可能性あるからね、いや、全然ある、まあ一旦まあ、一旦ご飯行きます、俺と今からあるんよな、これが、いや、間違いない、もし使ってどうかな、はい、というわけでご自由にお取りくださいというお金を置いておいたら民主主義になるという結論でございました。カメラ。なるほどね。これは休憩やろう。え？マジこれの争奪戦？これの争奪戦？これは大さすが。で僕の方、僕の社会実験です。まあ年末におけるお年玉です。お年玉ですか？いややだ。ただであげるのも嫌なんで、ちょっとどうなるやなと思って。出演料ってことですか？俺。いやでも単純にあのお年玉っていう。そうだけ。ありがとうございます。僕もらえないですか？僕もらえないですか？だって誰が取ってもいいんやからさ、だってどういう決め方するの？僕もらえないですこれ。お前がそれ取らんかったら悪いやん。取らんかったんじゃないですよ。取ろうと思ったんですけど、なんか取ればよかったんやんか、そこで。俺は強欲度を見てたわけ。強欲なやつが今回一番勝つっていう。そう、都合が勝ち、都合が。
以上、でも今回分かったのはピラマルが意外とこうちょっとそうなんですよね、浮いていくっていう、誰かが言ったら浮いていくっていうのが分かりました。ちなみに、はい、あのカメラには気づいてましたよ、うん、あだからなんだ、だからなんだ、あの演技だった、だからなんだ、演技だったみたいな。花尾さんの方見たら、花尾さんがめっちゃニヤニヤしてあ、いや別にだから別にあげるとは言ってないから、ね、そうそうね、別にそれはでも自分の欲にしたかったんでしょ。そうですね、それでいいのよ。でもいや反応速度結構あれ思考の領域じゃん。いや早かったあれ早かったあれもう一歩前に一歩でポンとるはい、というねお年玉企画でした。いやさよなら。なるほど。いや今一番最後一番のお茶さようならなるほど。